どうも、アバアバゲームズのサボと、サボじゃない方の J です。今回はモンハンライズ、金曜に配信されたこのチャレンジクエスト03をやっていこうかなと思います。おい、理解？ティガレックスの武器は片手剣、体剣、ガンランス、スラッシュアックス、弓ですね。場所は？場所は、闘技場です。あ、闘技場？あ、いいじゃん、余裕でしょ。いけっかな、余裕だ。ギリギリ？いや、もう弓じゃん、結局弓にした。アイデンボックスあった？なんかない。あ、そう、ティガレックスは雷引くから。ここ、うまい失敗してたけど。拡散、これ拡散だね。近づかないとダメみたいな。近づくね、インファイターだね。いや、呼吸法あるだけで違う。呼吸法じゃねえわ、矢切りがあるだけで話は変わるわ。全然違う、意味わかんない。もう怒ってるよ。失敗した。グレートしかないのこれ。なるほどね。ちょっと回復したかったんだけど。うまい、うまし。はい、うまし。あ、ちょっと回復あれだ、弓の曲者でできるわ。あ、できた？うん。曲者って出んの？上。本当に？うん。貯めて。あ、貯めてね。うん。できたべ。できたできた。え、頼む局長。まあ、局長に頼りすぎない方がいい本当だこれが局長に頼りすぎたやつの末路。末路ね。すぐ復活できるから。ナイス。いいよ。俺、雪撃民使ってんだけど、雪撃民じゃない方がいい。うんじゃない、闘技民でもいいけど。いいじゃん、成功してる音してたよ。してた。今の攻撃はなんだ。尻尾。うまい、うまい。欲張った。いや、うまい、成功した。うまい。結構でもなんか楽でしょ。判定でかいよね。判定結構でかい。甘い。ここ弱点じゃないやん。頭だね。頭しかないのか。うん。わお、どう？あ、寝た？寝た。なんでもいいよいいよ、直射で回復。いた。ねえ何やってんの今ひどおかしいな、もう今のバカロスだよ今お前そんな、なんかやってた？チャージがもうやり直しなんだようまい。強制脱出装置失敗。やばい、これ、あれなんだった？うん？ R。 R、睨み撃ちじゃないやつね。あの、スタミナ急速回復。あ、これ回復するんだ。回復する。使い勝手悪いけどな。悪いんだ。なんか、隙がでかい。着地の時に。あー、なるほど。そんな回復しないしね。使ってる人あんまいない。いない。ほぼいない。どこまでのレベルなんだ。うまい。睨み撃ち一強でしょ、やっぱ火力的にもいろいろ考慮して。オッケー、ナイスー。これで5分切ってるけどね。
え、もう S だよこれ。本当 S よ。本当に S よ。本当に、うん。お前ビン使ってねえだろ全然。他使ってない。本当に S？ え、違うかな。3分半とかじゃない。ちょっと見てみようか。何か3分半とかじゃん。こんな楽なわけねえだ。楽なわけねえか。ああ、お、ジャナフの防具じゃん。攻撃がついてる。お尻にS やマジか。一発目でちょっと俺らうまい。もしかして。いや俺らうまいかもしんねえな。マジか。なんかびっくりしすぎて。なんかあれだよ、弓の熟練者と弓初心者だよ2人。いや熟練者言うな。中級者ぐらいにしとこ。そこはそこは最近うまいから俺またやってるから。もう撮っちゃったの。え、終わっちゃった。終わった。撮影時間マジで今のまんまよね、本当に。終わったわ。じゃあ挨拶お願いしますわ。俺らこんなんさ、え、こんなことあっていいの？一発撮り。いつも何回もやって苦労してやって S 取れるんだよな。これ簡単だったってことでいいんじゃないでしょうかね。じゃあ弓使えば S ランクは余裕ということで。そう、これはいいんじゃない。言えるよ。そうだな。いつもそうやってなんか大口叩くとバッとつくけどな。いや今回はマジだもん。今回ガチだったね。ということでこのチャレンジクエスト03、うん、弓を使えば誰でも S ランク取れるということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。